ている選手もだいぶいるようですが、加藤さんは夏場には強かったですか？強かったり弱かったですね。そうですか、はい。さすがにいい選手というのは夏場と盛り場には強いようですちょっと今日は苦しいオチでしたさあどうぞさて、この圧倒ドロップ二浦なんですがね、この立ち上がり1回の表トップの篠塚にはまず137キロのストレートで入ります。そして119キロの変化球で三振に取って立ち上がります。2アウト後吉村なんですが、立ち上がりどうでしたか、しかね、今日はね、立ち上がり今日はなんかやってやるぞっていうね、気構え、なんか力んでましたけどね、もう投げる前からね、うまく切り抜けましたね。はい、さて一方のジャイアンツの先発はこれは予想通り斉藤ですが、その立ち上がり1回の裏トップの飯田、昨日大活躍の飯田、ツーベースヒット、ノーアウトランナーセカンド、これまた昨日大活躍の新井ですが、これは一応ランナーを進めるバッティングでワンアウトランナーは三塁。3番の古田、前進守備の三遊間を抜きまして、今日もヤクルトが1点を先行します。2回のジャイアンツの攻撃です。三浦ちょっと4番の原に大きな当たり警戒しすぎてフォアボール許します。ノーアウトのランナー、5番の駒田、ノーアウトランナー2塁1塁となります。続くモスビーを三振に取りました三浦ですが、ワンアウトランナーは2塁1塁で7番の岡崎、岡崎タイムリーヒットライト前、1対1の同点になります。一塁ランナーの駒田はタッチアウトになりますが、とにかく1対1の同点に追いつきますジャイアンツ。さて2回裏のヤクルトの攻撃、ワンアウトから6番の池山がピッチャー返し、ワンアウトのランナー7番の畑パリですというところなんですが、今日キャッチャーその吉原なんですがね、キャッチャーのね、このバッテリー感の中でね、やっぱ今日はね、ストライクゾーンだけで勝負しているような感じしましたね。もう少しね、遊び心を持った幅のある投球術っていうのが今日のサイトで、ね、見られなかったですね。そうなんですね、はい。畑がヒットでワンアウトランナーは二塁一塁、ちょっとこういうシーンもなんかありましたね。やっぱストライクいってもしまうもんですから、どうしてもピッチャーとの呼吸が合わない、そして打たれてしまうということで、ワンドロップ1回数も多かったですね、はい。テンポもやっぱり違うんですよね、はい。これ2打数から打たれましたパリです。タイムリーヒット2対1、ヤクルト1点のリード。さらに3回のヤクルトの攻撃、2番の新井ですが、見上げました斉藤、ライトスタンド中段に新井、3号ソロです。3対1、なおも続く古田、高々と舞い上がります。この辺りすごいですね。これもやはり前の打線のね、やはり投球パターン、打ったボールなんかをちゃんと読んでますよね。打線のつながりと読みのつながりまでありますね。はい、さあしかしこの回こういうシーンもありました。これはちょっとびっくりしましたね。いや見てましてね、鳥肌立ちましたね。池山ですが、ゾッとしましたよこれ、はい。これかすっているという話なんですよね。もうしかし大事にね、いかなくてよかったですけどね、はい。立ち上がります。ちょっとヒヤッとしましたが大事には至りませんでした。この回2者連続ホームラン、古田は18号ソロです。4対1。さて4回のジャイアンツの攻撃ですが、ワンアウトから原に22号のソロホームランが出ます。トップの池山とこれで並びましたね。でね、これでね、一本出なければね、もう一方的にまたヤクルトの展開かなっていう感じしましたね。いや、さすが主砲、はい。やっぱり三塁側のお客さんにもね、望みを与えましたね。そうですか、はい。そして続く駒田がヒットを放ちます。ワンアウトランナー一塁でモスビーというところなんですかね。しかしね、モスビーがなんかこう当てにいってるようなバッティングね、やはり主砲がね、繋がなきゃいけない、そういうところでね、やはり当てにいってしまったんじゃ、やっぱり気迫っていうのがちょっと足らなかったかなっていうね、バッティングだったんですね。はい、2アウト、7番の岡崎、先ほどタイムリーなんですが、ここは内野ゴロです。結局この回は1点止まり。そして5回裏のヤクルトの攻撃、先頭の古田フォアボール、2アウトの6番の池山がライナーでフェンスダイレクト、これで5対2、再びヤクルトのリードが3点に広がります。さて、なんとも二浦を捕まえきれないジャイアンツ、これは6回なんですが、先頭の吉村のあたり、これ池山の送球がそれましてエラーが記録されます。ここでね、やはりね、まあ三浦にしてはね、ちょっとかわいそうかなという気したんですけど、まあベンチの野村さんにしてみたらね、野村監督にしてみたら、やっぱり計算通りの継投ができるということでね、意気込んできましたですね、ここからね、はい。原と大阪の顔合わせということになります。これワンスリーから空振り、
そしてこれなんですがね、もうど真ん中の球なんですけど、ね、やっぱり塩がその前だとホームラン打ってる、やっぱりベンチのムードも上がってるところでね、やっぱこの見逃し三振というのはちょっといただけなかったですね。はい、大阪ワンポイントということで、続く駒田には隅、これはもう本当にね、左ピッチャーの球を長く見てね、よくあのリーチを生かしたねバッティングだったですね。まだね、はい、ワンアウト三塁二塁、6番のモスビーの当たりはサードゴロ、これでバックホーム、吉村立ち合う、ツーアウト三塁一塁になります。7番の岡崎、内野フライで反撃なりません。うん、こういうところにね、野村監督の継投策がズバリっていうね感じしますね、はい、ヤクルトはこの後キミナミの代打ホームランと畑のツーランで得点を重ねて8対2、最後ランバシが三振に取って、これで試合終了です。5倍2点という約束通りそういうふうにマウンド上がってんだ。8対2、今日もヤクルト完勝で7連勝です。一方の巨人は計算上では自立優勝がなくなりました。それでは2年ぶりの白星、新浦投手のインタビューです。まあ、こういう大事な時期にね、まあ、放らしてくれた監督さんにもお礼言いたいと思いますし、まあ、チームもそれだけ盛り上げてくれましたし、まあ、これで、まあ、自分でもいつでも辞めてもいいなという気分で投げてましたからね。まだやめるの早いですよ ね本当にいやしかしね、まあ、ヤクルトにとっては今日のゲームっていうのはちょっと谷間っていうかね、ピッチャーがいない日だったんですが、そこを新浦さんでね、うん、埋められた、やっぱりねベテラン勢っていうのはやっぱここっていう時のね、そのやっぱり働きをしてくれますよね。そうですよね。それとね、はい、やっぱりベテランの存在価値っていうのはね、やはりその優勝争うチームに出ないとね必要ないんですよね、うん、もうB クラスではね、ちょっとこのベテランよりも若手にこう切り替えるっていうかね、そういうことがあるんで、だから新浦さんはやっぱりいい球団に行きましたよね。あ、そうですよね、本当にヤクルトこのところベテランと若手も一丸となってみんなで優勝に突き進んでいってるっていう、はい、そういう気がします ね。まだ勢い続きそうですね。そんな感じですね、はい。